First Edition。NRI Voice First Edition。こんにちは、サシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えし、さまざまなビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです。お話を伺っていくのは NRI コンサルティング事業本部シニアパートナーの青島実さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今回のテーマを教えてください。はい、今回のテーマはですね、なぜ今リカーリングビジネスかについてお話します。 NRI Voice NRI Voice First Edition。前回までは新型コロナウイルスが社会に与える影響と企業に求められる変化について伺ってまいりました。市民生活の変化というのも聞きましたね。その中でサブスクリプションとかリカーリングモデルというキーワードも出てまいりました。今回はそのお話ということでよろしいんですね。はい、そうですね。まさしくそのサブスクリプション、もしくはリカーリング、非常にもやサブスクリプションモデルっていうのがですね、もういろんなところでポピュラーになってきた、いろんなものがサブスクリプション化している、非常にこう重要な考え方だと思っています。はい、定額でということになっていくわけですけれども、その中でこのリカーリングモデル、これは改めてどういったビジネスモデルなんでしょうか。そうですね、リカーリングモデル、先ほどサーシャさんおっしゃっていただいたように、サブスクリプションっていう言葉の方が今非常にポピュラーです。でおっしゃっていただいたように、定額モデルですよね。Amazon プライムもサブスクリプションですし、ネスレさんがやっているネスカフェアンバサダーとかですね、トヨタ自動車がやっているキント、ああいった定額でこう物を提供するというものが、サブスクリプションモデルとして出てきているわけで、非常に広まっているわけですけれども、リカーリングってそれよりさらに広い概念になります。これはもうある意味こう定額でやることのみならず、いろんなこうモデルもあるわけですけれども、例えばこう成功報酬型とかですね、物を売るのではなくて成果に対してお金をもらうようなモデルとか、もしくは物の管理も含めてやるようなマネージドサービス型のモデルとか、いろんなモデルが出てきていて、サブスクリプションをはじめとしてもっと大きな概念でですね、企業と顧客が太く長くつながるモデルというのがリカーリングモデルということです。なぜこの時代にこのリカーリングモデル、これはもうコロナの前からその変化の兆候はありましたけれども、なぜ必要になってきているんでしょうか。そうですね、背景としてですね、市場変化、大きな3つの変化というところを述べたいと思います。まずですね、製品そのものだけではですね、他社と差別化することが非常に難しくなっています。今家電製品もそうですけれども、海外からいろんな製品が入ってくるようになって、価格面でもですね、非常にコンペティティブなものが出てます。なので製品だけでは差別化することが非常に難しくなってます。で加えて、今ですね、ネットワークでいろんなものが IT でですね、つながる世界になりました。そういったことによりまして、物というものが通信とつながって、かつそれにですね、場合によってはこうコンテンツというものが乗ってですね、ICT によって、大きな変化がもの、いわゆるハードウェアにも起きてきています。これは物のことかと、物とことが組み合わさった形で大きく価値が変化してきているということなんですね。でこういった中で、過去やっぱり物を売り切っていたメーカーというのが、その物を通じて消費者がどんな体験をしているのか、これが、いわゆるこうカスタマーエクスペリエンスというのがですね、非常に重要になっている。これは一つは、使ったお客さんというのがそれをですね、体験を、SNS 上につぶやくということで、体験価値というのか、こう体験がですね、こう広まっていくということもありますし、あとメーカーも IoT を通じてですね、物を通じて消費者がどういう体験をしているのか、どういう操作、どんなですね、機能を使っているのかということも取れるようになってきているということが可能になってきていることによって、CX が重要になってきているということなんですね。こういったことがあるからこそ、各メーカーはその企業イメージやブランドイメージの向上っていうのには非常に注視してますよね。してますね。ブランド価値っていうのが、製品からの知覚品質の価値だけではなくて、どんな体験をお客さんに実現することができたか、これがまさしくブランディングにつながってきています。やはりハードウェアの性能だけでは、もしくは物の単純に性能だけでは選ばれないということになってきたというふうに思うんですけど、そのリカーリングモデルっていうのは、今まではどうでしょう。例えば製造業に限ってみても、こういったビジネスモデルってあまりなかったんでしょうか。いや、ですね、リカーリングモデル自身は昔からありました。これは継続してお客さんと太くつながるというモデル、これは例えばですね、副社機
これ保守契約というのは必ずついてくるわけですね。あとエレベーター、これも必ず法定で定められているメンテナンスというのはついてきます。あとガスタービンもそうですね、はい、なのですが、はい、今一番大きな変化っていうのはこれが IT によって大きな変化が起きてるってことなんですね。なるほど。そうするといろんな過去からチャレンジはしてきてるけども、あと個別に大企業同士のリカーリングモデルというよりは B&B よりも B2B だけじゃなくて B2C にもこうやって移行してきてるということですか。はい、これはまさしくその今おっしゃっていただいたように、物を売り切るのではなくてですね、例えばそのリカーリングとして提供し続けるようなモデルが出てきてます。例えば車を購入するのではなくて必要な時に使う、これもサブスクリプションとしてのリカーリングモデル、まあ、トヨタさんがやってるキント、それからキリンビールさんなんかが、まあ、定期的にですね、作りたてのビールを届け続けるというですね、ホームタップっていう、まあ、サービスをやっていることによって、まあ、継続的にこうワンショットではなくて継続的に習慣的にお客さんとつながっていくという、こういうモデルは B2C でも起きてきてますね。今後その今までこういったリカリングモデル、もしくはサブスクリプションも含めてトライしていない業態でもリカリングモデルっていうのは重要になってくるんでしょうか。そうですね、過去やっぱりいろんな業界がチャレンジしてきていて、まあ、例えばこうなかなかリカリングって過去はですね、保守契約が多かったんですね。でこう例えばですね、はい、過去いろんな日本のメーカーがトライをしてリカーリングモデルにできなかったものってのは、例えばコンプレッサーみたいな、まあ、あんまり壊れないものですねっていうのはあります。これもですね、例えばドイツのケーザーっていう会社なんかはコンプレッサーを売るのではなくて圧縮した空気を売るっていうふうにビジネスコンセプトを変えてしまったんですね。これも IoT があるからできることなんですね。そうすると他業種も今後もっと増えてくる。そうですね。例えばどんなところがあるんでしょうか。例えばこう機能とかですね、性能でですね、差別化が難しいような業界、これ例えばですね、小松さん非常に有名ですけれども、建機っていうのも機械そのものではですね、はい、中国の三一重工がかなりキャッチアップをしてきてますので、性能差っていうのはですね、縮められてきています。だこういった業界では建機を売るのではなくて、まあ建設そのもののですね、測量から納品までというところの一連のプロセスを全てデジタル化していくということで、もはや機器を売るのではなくて建設作業の効率化をする、まあ、もしくは建設の施工計画に対して資材料とか機械とか人材というところも含めてマッチングしていくような、要は現場そのものをですね、最適化していくという、そういう観点の事業というのも出てきています。それがその後のメンテナンスにも、さらにパッケージとして含まれてくるってことですか。そうですね、おっしゃる通りですね、はい。なんかそれって新幹線の取得競争の状況とちょっと似てますね。日本はどっちかというと全体のサービスを売るというか。そうですね、おっしゃる通りですね。やっぱり物売りではなくてオペレーションも含めて IoT を使ってどういうふうにこうメンテナンスの効率を上げてオペレーション効率を上げるかというところまで踏み込んでやっぱり提案していくっていうのは、これはある意味インフラなんかでおいても日本が持っている元々の強みなんですね。うん。とするとまた日本の経済が復興していくとか、またさらに力強くなっていくきっかけになればと、多分多くの方も思ってらっしゃると思うんですが、そんな中で顧客側の変化というのも起きてるんでしょうか。起きてますね。お客さんというのはですね、やっぱり今非常にこう物そのものへの満足というのではなくて、まあ、どんな体験ができたかということに関する重要性というのがですね、今ますます、顧客にとって重要になってきています。はい。そうなると例えば体験する仕方も変わってるということですか。体験する仕方非常に変わってきてますね。例えばお客さんというのは機器だけじゃなくてそこからどんな便益をもたらされるかっていう、そこに非常にこう大きな関心というかですね、まあ要望というのを持ってますので、まあ、ある意味ですね、その顧客が求めているものっていうのはある意味こうどんなこう自己実現ができるかっていうところなんですね。なので、まあ、それに対応する提供というのをやはり、はい、提供者側というのは考えていかなきゃいけないんだと思います。まさにその顧客体験の重要性を感じるような、ビジネスっていうのはすでにあると思うんですが、具体的にはどういったところに注目されますか。そうですね、先ほど申し上げた例えばその小松さんがやっているスマートコンストラクションですね。これは、まあ、まさしく建機を売るということから世の中のですね 98% から 99% ぐらいが、まあ非常に小規模な施工業者と言われています。こういった施工業者を業界全体でですね底上げし、 IT を使って測量からですね納品までをデジタル化していくと
というのは非常にこう画期的なリカーリングモデルで、これこそまさしく画期的な CX を提供するモデルだというふうに考えています。であと我々がこのコロナで体験したそのアマゾンの利便性ですね、はい、アマゾンプライム、今もうアマゾンなしでは多分生活できる人いないんじゃないかなと思うんですけど動画をはじめ本当です、まさしくその、ね、日本ってあのアマゾンプライムって画期的にやっぱグローバルで見ると安いじゃないですか。あの値段 で、まあ、動画もまさしく見れて、まあ、本も無料で送ってくれて、まあ、食品も買えてっていうですね、まあ、そのアマゾンが広げるこうカスタマーエクスペリエンスってのはどこまで広がっていくのかなとかですね、まあ、あとこう、まあ、キニーさんがやってるホームタップとか、ああいった食におけるリカーリングっていうのもですね、これやっぱ作りたてのビールをまあ定期的にお届けしてくれるサービスですけれども、こういったものが、まあ、ある意味何を食べるかっていうことに非常にこう価値観重きを置き始めた、日本人にとってですね、まあ、非常にこう大きな食体験っていうのをキニーさんなんかも与えてくれるんじゃないかなというふうに注目してます。本当にさまざまな業界でこういうふうに、変わってきているということが分かりますが、この辺のお話また次回さらに掘り下げていきたいと思います。ということで今回はここまでとなります。はい、いやしかし面白いですね、社会構造の変化。なんか将来的に見ると我々は教科書の中の産業革命みたいなところの真ん中にいるのかもしれませんね。まあ、まさしく今があの大きな、我々もしかしたら歴史の教科書に載るようなですね、歴史の転換点の中にいるんだと思います。うん、楽しみです。では次回お話をさらに掘り下げていきたいと思います。青島さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。サッシャナビゲートでお送りしてきました NRI Voice First Edition、 今回もいかがでしたでしょうか。さまざまな変化、顧客の変化、体験の変化、これをいかに提供していくかということでリカーリングモデルの、お話も出てまいりましたけれども、大きな激動の時代に生きているという、まあ、大変さと、そして、さらにこうワクワクするこの気持ち、こういったところも大切なのかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。さあこの番組、アップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI Voice で検索をしてチェックしてください。 NRI Voice First Edition、 次回も引き続き青島実さんにお話を伺っていきます。ではまたお会いしましょう。ナビゲーターはサシャでした。バイバイ。